2024年の国内女子ツアーが2月29日にいよいよ開幕する。若年化が進んでいるツアーにおいて注目すべきニューヒロインは誰なのか。スタッツを元にしたレーダーチャートで若手の有望株株を紹介する。今回は、菅沼奈々、24歳、いつか勝てると言われ続けてきた逸材が、ついに開花した。 昨季に初優勝を含む2勝を挙げるブレイクを果たしたのが菅沼奈々だ2月10日に24歳の誕生日を迎えたばかり。稲見モネラと同じく99年度生まれだ数多くの優勝者を生んでいる黄金世代、若手エリートが揃うプラチナ世代に挟まれた、いわゆる狭間世代の一人だが、親友。 稲見と共に逆襲へ打って出ようとしている。20から21シーズンに初シードを獲得。22年はトップ10入り15回と目覚ましい活躍を見せたが、そのうち3位が3回、2位が2回と勝ちきれなかった。優勝争いをするたびに、放送席の解説者は口を揃えて、すぐに勝てる、と菅沼を表したが、 栄冠を勝ち取ることなくシーズンが終わった。そして、昨季に飛躍した、8月の NEC 軽井沢セブンツーゴルフでプレイオフを制し、念願のツアー初優勝。勢いそのままビッグトーナメントのマスターズ GC レディースで2勝目をつかみ取った。昨季の平均パット数は1.7767回でツアー14位と高水準。 ドライビングディスタンスは246.07ヤードで21位と飛距離も出る。特筆すべきは決勝ラウンド平均ストロークで70.4010の4位とツアー屈指、ダブルコート。まくりの菅沼としてライバルを脅かした。特定の状況で強い恐怖や不安を感じる、広場恐怖症を抱える菅沼。 飛行機などの交通機関を利用できず、車で移動できる大会にしか出場できない。そんなハンデを持ち前の明るさで乗り越えている、自らをアイドルと称するツアーの人気者は、今年どんな活躍を見せてくれるだろうか。2023シーズンの主要スタッツ、平均ストローク、70.82、14位。パーオン率。 69.58%、30位。平均パット数、1.77回、14位。ドライビングディスタンス、246年7月ヤード、21位。フェアウェイキープ率 64.、64.43%、51位。リカバリー率 66.、66.97%、8位。菅沼7、菅沼7。 2000年2月10日生まれ、東京都出身、埼玉栄高卒、5歳からゴルフを始め、2017年には日本ジュニアを制するなどトップアマとして名を馳せる。2018年のプロテストで合格、23年には初優勝を含むシーズンを2勝を挙げた。身長158センチメートル、愛用い日清童和損保所属。